悪い奴らの敵さ。よいしょ、さっさと片付けちゃいますか。ほれ、ほい、楽ちんだ。よいしょ、さっさと運ぼう。ルルルル、チュー、やーは私の牧羊犬。あ、ウォウォウ。あ、でもでも、あ、もうなんか飽きてきた。どうしよっかな。いいこと考えた。なんでちょっと笑ってるの。よいしょ、チューがちょっと起きれるかな。回れ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 。ちょっとやってみよう。よいしょ、よいしょっと。おお、立った。もうちょっとうちにして。ここに置いて、これをこうしたら二度目はなくてよ。二度目はあった。私の勝ちだ。あとよろしく。三度目はなくてよ。少し早く着きすぎてしまったな。出社時間である8時までにはまだ40秒の猶予がある。時間厳守が俺のモットー。40秒、待とう。よし、おはようございます。おはよう、キリキリだけ。ねえ、見たまえよ。ついに私はね、たどり着いたんだ。やはり完全自殺と婚は名著だな。上の参道に入ったキノコを食するだけでこんなにも楽しく愉快な自殺の道へ行けるなんて。中毒死キノコ。なんとかぐわしき世界なんだ。これが死後の世界、山津平坂。やはり想像した通りだ。千円地に入り、月光窓に砕き、ニスロにピンクの像が舞い踊る。書に書かれたキノコとは微妙に色が違う。君もおいでよ、闇の国。酒は飲み放題、ごちそう食べ放題、水の匂いは嗅ぎ放題。なるほど、太宰が食したのは致死毒のキノコではなく、あっちに行っちゃう系なのか。だがそれはそれ、いつもと寸分たがわぬ動作で机にカバンを置く。ああ、窓の外に巨大なイソギンチャクがいる役。キノコを食べている、あの周りの白いピロピロのところを丁寧に取り除いて、いつもと寸分たがわぬ動作でコーヒーを入れる。では一人を稼げるんだ。よし、脱ごう。代わりに全身タイツを着よう。人間試験を受けたら完全0点で失格する。